10歳です。ドラムをしています。お母さんとお父さんがユニット組んでて、私は覚えてないんですけど、ずっとドラムの方を見てた。それでお父さんとお母さんがやらせてくれた感じです。シチュエーションが変われば音楽を届ける意味も変わってくるっていうことがあると思うんですけど、今回はやっぱりその皆さんに言葉のメッセージでも届けたいっていう思いがすごくあって、小澤さんがあれだけのこの思いであったり伝える力っていうものを持って姿勢を見せてくれていたので、僕自身もやっぱりそこはちゃんと説明をして、そして思いを込めて演奏したいなっていう思いがあり、神戸を演奏しましたね。この1月というのはですね、この関西、阪神淡路大震災から、1月の17日でちょうど25年目になります。復興していった神戸の夜景をイメージして作った曲があります。力強くまた蘇った神戸、そんな思いで作りました。普通っていうくくりにはくくられないアーティストたちが集まったかと思うんですけども、関係あるのってぐらい素晴らしいステージを皆さんが見せてくれて、でそれがこうなんていうんですかね、混ざり合うっていうか、こう一緒になった時にまたこう爆発的なエネルギーが出て、お客さんもまたそれを当たり前のように受け入れてくれて、バックボーンが皆さん違う人たちがこうやって集まってくると、やはり最初はすごく不安だと思うんですけど、でもそこで一歩挑戦をしてみよう、踏み出してみようって思った瞬間に、やっぱり道は必ず切り開けることが僕はできるんじゃないかなと、新しい世界、視野が広がったっていうことっていうのがすごく本当に一つみんな得れたんじゃないかなというふうに思います。
can love to you day and night, 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 day and night.どうもありがとう。Thank you. Deaf School って言ったら聴覚障害ですかね。聴覚障害者の学校でワークショップしたりとかしたことあるんですけど、聞こえないけどコンサートに来るってなんか不思議なことだけど、でも結局人間が集まるところで波動とかなんかその振動するものを共感できることで合ってたり間違えたり。音楽であったりなかったりそういうもんってあんまり関係ないですよね。その集まるところに来るっていうのは、それがなんかこう集まって何かできて、そのなんか振動というか波動がこうみんなで共有できるっていうのは素晴らしいことだと思います。多様性、もう本当にニューヨークに住んでからそうずっと毎日思わされてる。本当に世界中の文化が摩擦して火花散らして融合してるあの場所で、その言葉以外に僕の人生はないかなというか、でも自分がドキドキして来てる実感なんていうのを感じる場所を、それを作るのってやっぱりそういう自分しかできないことっていうのに気づけた時に初めて胸が高鳴ったりとかすることだと思うんで。違う楽器にも興味あるので、日本とは違う楽器がちょっと面白い楽器のところって言いたいな。どんな音楽やってきたい？オーケストラビッグバンドのセッションしたいです。作った曲を感動させたいです。誰を感動させたい？みんなを。多様な人たちと一緒に同じ音楽を奏でる
っていうのをこれからも広めていけたら嬉しいなと思います。そしたら世界が違いを楽しむ世界になっていくんじゃないかなって思いました。やっぱり音楽ってこう伝えれるんだなっていうのをすごく感じました。その多様性の中でより良い社会を目指していくっていう一つの目的を演奏後にみんなで共有できるってことが成功なんじゃないかなって思ってます。